どうも皆さんこんにちは、日野です。皆さん2B2E やってますか？前回僕が運営してるクラン日野王国の第2世代2期生の拠点に、反日海外勢力オリオ Q、リルダッキー、ボルテージ、アッシュなどなどが2期生拠点に到着、そして2期生へのね攻撃開始、そこから秘密の海外支援者によって2期生拠点の防衛戦が開始、しかし硬直状態になってオリオ Q が現れ、有志の日本人部隊日本軍がオリオ Q と衝突、そして散ってしまったという、まあいわゆるゴールデンウィーク戦争と呼ばれるね戦いがあったわけなんですけど、その時日本軍もう全敗で負けまくってしまいました。でとりあえずその場所から旧2期生拠点から全員退避し、まあ今はねみんな元の場所、自分の拠点やネザーゼロゼロなど様々な場所に散って楽しく遊んでると思うんですけど、前回名前の言えない海外支援者がいるとお話しました。でなんで名前言えなかったかというと、これ自分たちのサブアカだから言わないでくれと、まあ、そういう感じだったんで、あ、わかりました、言いませんということでね、言わなかったんですけど、今回バレてしまったからもういいよってことで、名前出します。前回僕らを支援してくれた謎の海外支援者、秘密の海外支援者の名前はフォグバウンドブリッジ、まあ、通称フォグと呼ばれるね方が前回僕らをね支援してくださいました。で確か前回のその戦いの時アッシュを彼は殺して、でオリオ級やボルテージたちとも戦ってました。で実はオリオクたちとフォグって多分友達なんですよ。普通にね仲のいい友達、仲間なんですよね。なのにもかかわらず僕らを日本人側について戦ってくれたと、もうすごいね驚きですよね。で彼はねすごく友好的で、日本のねみんなに PVP の練習トレーニングをしてあげたいよみたいな話をしてました。それぐらい彼はとてもね優しい人なんですけど、そのフォグから先日ディスコードの DM である動画が届きました。皆さんこちらの動画ご覧ください。これ何が起きたか分かります？これオリオクを殺した映像なんですよね。そう、友達であるオリオクをあのゴールデンウィーク戦争後にフォグが自ら自分の手で殺したと。でそして僕にね、昨日オリオクを殺したぞと。でしかもその当時、オリオク、リルダッキー、アッシュ、アイムアンアルト、この4人がねその場にいたんですけど、4対1で戦い、オリオク、リルダッキー、アッシュ、アルト全員殺すということをね成し遂げました。やばいですよね。途中ね何個かクリップし忘れたみたいなところがあるんですけど、他にクリップした殺したシーンがこちらです。これやばいっすよね。最初の動画でオリオクがね What my friend って言ってるんですよ。ということは普通にもう友達がね急に殺してきたと。ちょっとびっくりですよね。僕らの敵討ちの後に、まあ、なんと普通にオリオクたちと仲良く初期リスガリをして遊ぶという、彼 2B2E のウィキというものがあるんですけども、そこに自分は王であると名乗ったと言ってましたが、いや確かに彼は王なのかもしれない。でちなみにこのフォグが使ってるクライアント、僕が普段使ってるバットマンや前に紹介したホリオン、これともねまた違う画面なんですよ。こちらねダドリップ、別名アマングアスドリップと言われるあのリエスターが独自に開発したチートクライアントです。でこちらね会員制でログインしないと使えないみたいな感じの、もう本当にごく限られた人しか知らないクライアントなんですけど、まあ、動画のクリスタルオーラ異常にね早いんですよ。ババ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 みたいな、ダドリップのオリジナルクリスタルオーラでオリオクをね殺すと。ダドリップのね恐ろしさ今回のこのクリップでもうひしひしと感じました。正直レベルが違うと。確かねオリオクはバットマンなんですけど、でしかも彼前回日本人を一人で全滅させた、そんな彼とその友人たちを4対1で全滅させたフォグ、そしてダドリ、恐ろしすぎませんか。今回わざわざ敵討ちをしてくれた友達なのにもかかわらず
敵討ちをして、その動画を送ってくれたフォグに、とてもね絶大な感謝を込めてこの動画ね終わりたいと思います。ということで、今回はあの後に支援者の海外勢によって敵討ちが行われたよというお話でした。この動画ねいいなと思ったらチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。